1992年、自分のスタジオにて、ロベール・ドアノーは、フランスの写真家である。主として、報道写真やファッション写真の分野で活躍した。ロベール・ドアノーと記載されることもある。欧米での展覧会多数、バルドマルヌ県のジャンティ生まれ、父親は、廃漢校であった。1934年に結婚して、オードセーヌ県のモンルージュに新居を構え、 中生をそこで過ごした。工芸学校で石板印刷工の資格を取って働いた後、1931年にアンドレ・ブイニョーの助手となり、1932年に独立。1934年から1939年まではルノーに勤務して、工場内の記録写真を担当。しかし、プリントの出来栄えにこだわるあまり遅刻が重なり、解雇される。 その後フランス軍に入るが、1940年に結核を発症して除隊となる。第二次大戦中は自由フランスのレジスタンスに参加。1945年から1947年にかけてはフランス共産党に所属し、左翼系の芸術家たちとの交流を持った。1949年に防具フランス紙とフォトグラファーとして契約。 ファッション写真を手掛けつつ、夜な夜なロベール二郎と共にパリの街中を歩き回って撮影を行った。パブロ・ピカソやジャンコクトーシモーヌ・ド・ボーヴァールなど多数の芸術家たちのポートレートも手掛けた。1984年にレジオンド・ドヌール勲章とシュバリエの称号を授与された。1994年4月1日に81歳で死去。 パリの恋人たちのキスの場面を捉えた作品1950年写真集の表紙ともなっているはドアノーの作品の中でも特に有名であるが後にこの作品は演出作品であったということが判明したなおこの作品は写真壁画となって東京都写真美術館の一階外壁に掲げられているロベールドアノーとケルテースアンドル ありがとうございます。